皆さんこんにちは。元ロアッソ熊本ミッドフィルダー原田拓です。キズナ対談、今回のゲストは背番号27番ミッドフィルダー中山雄斗です。いやー雄斗ようこそ我が家へ。いやすごいいい家具使ってますね。たくさん買っちゃったよ。俺もやっちゃっていいよ。やってみて。いやすごい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 でしょ。すごいですね。たくさんこれ、いやこれ対談中じゃないでしょ。気づいたごめん。いや実はね、はい、今回は菊陽町アクタス熊本店からお届けしてて、でちょっと説明するとね、はい、昨年の10月に住空間のトータルプロデュース企業であるシアーズホーム様が家具インテリのアクタス熊本店を出店したの。1階はここだけのオリジナル商品で、2階はこういういろんな国の家具が置いてある、はい、ヨーロッパのね。おしゃれですね。言うと、はい、今年から監督が変わって、はい、まあ、監督のこうやり方とかいろいろあると思うんだけど、言うと的にはこう試合に出ててどう、相手がどうだからこういうところにポジションを取ってとか、まあそういうのは細かくやっぱり指示されてるんで、まあまあ、勉強にもなるし、はい、その見てて、まあ、特に今年に関しては、あの右サイドの、はい、まあ、田中達也とかとのコンビがなんかすごくいいなっていうのが、はい、まあ、自分の勝手なこう印象なんだけど、達也がまあ今もすごく調子良くて、もうサイド攻撃がバンバンできてるんで、まあ、もともとそのプレシーズンの時から達也と一緒にやった時結構、うまくいってたシーンとかもあって、達也ともそのこういう時はここに走ってほしいとか、いろいろコミュニケーション話してて、まあそれがまあうまくいったりして、じゃあ雄斗、はい、ここでちょっと恒例の一問一答を行かせていただくので、はい、OK、はい、では行きます、はい、ストロングポイントはない。座右の銘は、気持ちには引力がある。ルーティーンはない。仲がいい、よく絡む選手、こう、まあ、黒木選手。理想のサッカー選手は実名でお答えください。柏木陽介。今でも忘れられない指導者の言葉は。あ、それもさっきと一緒で、気持ちには引力がある。サッカー始めた年齢は幼稚園。プロサッカー選手として一番大事なことは。結果。プロサッカー選手になって良かったこと。試合に勝った時にそのスタジアムでみんなで喜び合える。プロサッカー選手になって悪かったこと。ない。サッカー選手じゃなかったら何になってた。バイト。いくつまで選手でいたい。まあできる限り参加したいです。引退後はバイト。プロになれた人となれなかった人、一番の違いは何だと思う。なんだろう。いやちょっと分かりません。ありがとうございました。じゃあ雄斗、はい、一問一答でちょっと気になったところをちょっと掘り下げさせていただくんだけど、はい、座右の銘は気持ちには引力が、はい、これはどういう。これはその高校時代、うん、広島ユースの時の森山監督がよく言ってた言葉なんですけど、気持ちの強い方にボールは転がってくるとか、まあそういう部分で。実際どう、ボール転がってくる。そう、まあでもやっぱなんだかんだ最後は気持ちみたいな言ったりもするやつ、ね、やっぱあと一歩が出るかとか ね、まあ、ね、そこはまあ大事にはしています。あと気になったのは、はい、理想のサッカー選手は実名でお答えくださいで、柏木選手はあのレッズの、はい、はい、そうですね。これは何ですか、柏木選手。もともと柏木選手は広島ユースから、うんうん、広島はトップチームに上がったんですけど、ユースで被ってるとかじゃないんですけど、ユース時代とかにも近くで、まあ、練習とかも見たりとかもずっとあったんで、まあ、
確かにプレースタイル似てるもんね。いや似てはないですけど、まあ左利きで、まあそう似てるじゃん左利きそう、柏木選手じゃなくてもいいかもしれない。俺も似てた俺も似てた。でもう一個、はい、サッカー選手なかったら何やってた？バイトって、バイトになってたの？どういうこと？バイトしてた？バイトは多分してた。はい、大学時代とかはしてなかった？大学ダメだったんで。あ、じゃあもうバイトとか。ああ、でもなんかそのチームでたまになんかその引っ越しの、うん、あ、そういうとかやったりとか。うん、ちょっと生きがい感じました。マジで。引退後も一緒の答えだったんだけどバイト、はい、でその引っ越しのやっぱそういう話だったらやっぱ佐川さんとか大和さんとかに就職活動するってこと？いや、あの引退後だったらちょっと コンビニコンビニか居酒屋か。それはなんで？バイトリーダーになりたい。バイトリーダーバイトリーダーに憧れてる。そうっす。え、その正社員とかにはなりたくない？そうっすね、バイトのリーダーのリーダーになりたいです。多分ね、嫁さんぶっ飛ばされると思う。大丈夫。言うと、はい、最後サポーターのいつも応援してもらってるサポーターさんのに向けて一言、はい、お願いします。いつも応援ありがとうございます。今年は去年の悔しさをバネに頑張りますので、そしてたくさんの勝利を届けれるよう一生懸命やりますので応援よろしくお願いいたします。やっぱりね、そろそろ あれが必要なんじゃない？あれがあれでもあれが、ね、はい、あれがあったらあれがまた一皮でも二皮でもね、あれが、ね、あれがあったらまあ変われるよみたいなとかも言われたりするので、ね、もっとあれに貪欲に、あれに貪欲に、はい、まずちょっと早めにあるとね、はい、いいかなって。結果にこだわって、こだわって、はい、でチームも良くなってみたいな。そうですね、相乗効果でどっちもね、良くなるといいよね。じゃあ優斗頑張って、はい、期待してます。ありがとうございます。